東京ドームです。読売ジャイアンツ対東京ヤクルトスワローズ、この試合の模様をお送りいたします。ジャイアンツの先発はエースの菅野、対するスワローズの先発は右のブキャナン、この両投手の先発が発表されています。さあ、まもなくプレイボールです。右の菅野、マウンドに上がりました。自分のペースで投げることができるかが鍵となりそうです。さあ、注目の立ち上がり、トップバッターは太田。投げました、打ちました、抜けた。太田、いいバッティングを見せました。さあ、ノーアウトで先制のランナーが出ました。打ちました、いい当たり、ライトへ持っていった、ヒット。一塁ランナー一気に三塁へ。青木、いいバッティングを見せました。ジャイアンツ先制のピンチを迎えます。山田、背番号1。第9、初球打った、ショート右へのライナー、アウト、ダブルプレイ。ジャイアンツなおもピンチが続きます。背番号41。第9、投げました、初球打ってきた、抜いていった、ライトバックホーム、雄平、ナイスバッティングです。ジャイアンツなおもピンチが続きます。打ちました、取って、これで3アウトチェンジ。先ほどのプレーです。ジャイアンツこの回ノーアウト二塁三塁のピンチでしたが、なんとか切り抜けました。ジャイアンツ立ち上がりを無得点に抑えています。バッターは吉川、吉川大輝。第9、投げました、初球から打ってった、一塁送球、ここは守備に阻まれました。0対0で迎える2回です。ノーアウトランナー一塁という、打った、これは内野へのフライダー、菅野落下点に入った、掴みました、これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。高めの球、見逃し三振、菅野見事なピッチングです。投げました、打った、セカンド強襲、ボールは中継、ブキャナン、いいバッティングを見せました。ジャイアンツ先制のピンチを迎え、打ちました、取りました、これで3アウト。さあ、リプレイです。ジャイアンツこの回2アウト1塁2塁のピンチでしたが、なんとか踏ん張りました。2回の表が終わって0対0、ジャイアンツ先制のピンチを迎えました。ノーアウトランナー2塁という場面で山田、ひときわ大きな声援が聞こえます。二塁タッチはセーフ。第4球を投げました、空振り三振。先ほどヒットを放っている雄平、この後に控えているのは村上、打ちました、ショート左横のフライになりました、ショート落下点に入りました、取りました、これで2アウト、ランナーは二塁変わりません。ランナー走った、外れた、ボールを三塁へ送った、青木挟まれた、タッチはアウト、盗塁を阻止しました。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。ジャイアンツこの回ノーアウト二塁のピンチでしたが、ここは0点に抑えました。ジャイアンツこの回は上位打線から始まります。先頭バッターは吉川、最初のバッターボックスはセカンドゴロに倒れています。打ちました、初球打ち、掴みました、これでワンアウト、ランナーはありません。ジャイアンツリードで迎える5回です。バッターは吉川、今日はセカンドゴロとレフトフライ、決まってストライク、まずは見送りました。第2球投げた、見送ってボール、投球は3球目、投げた、打ちました、抜けた、吉川ナイスバッティングです。初安打。バッターは3番丸、今日はセカンドゴロとフォアボール。第9、投げた、初球を打ちました、太田取った、一塁へ送る、一塁間一発セーフ、記録はヒット、今日初めてのヒットになりました。第9、投げた、初球サークルチェンジ、空振り、投球これから2球目、打ちました、二塁ランナー三塁へ、サードフォースアウト、セーフ、ダブルプレーは逃れました。ジャイアンツリードで迎える7回です。ノーアウトランナー一塁という場面で吉川、初球送ってきました、アルボー。第2球投げた、バントしました、ピッチャーの左へ転がした、一塁はアウト、スコアリングポジション。
さあ追加点のチャンスを迎えました。ワンアウトランナー二塁三塁という場面で吉川、さあここは勝負するか、それとも満塁策を取るか。打った、スタンドに入りました。ファール、十分ご注意ください。追い込んでから第3球を打った、レフトへ持っていった、レフトバック、これはヒットになります。レフトからセカンドへ、ジャイアンツこの回4点目、10対0。中澤降板、マウンドに上がったのは梅野、今日4人目のピッチャーとして登板です。今日は頼もしいピッチングを見せてくれるのか。第1球投げました、決まってストライク。第2球、一塁ランナー出た、打ちました、左中間へのフライですがヒット。吉川その間にホームへ、ジャイアンツさらに1点追加、11対0。スワローズ何としても得点を挙げたい9回です。ツーアウトランナー一塁という場面で川端、打ちました。吉川ボールを取る、一塁送球アウト、試合終了。ジャイアンツ見事勝利を収めました。さあ本日のヒーローは2名、まもなくインタビューが始まります。本当に今日は2人とも大活躍でした。